お前の弁当一口くれよ。なあ、いいだろ。あ、やだよ。これ僕のお弁当だもん。また始まったよ。私の名前は桜庭好美5歳。私の通ってる幼稚園には一つ問題がある。へえ、これ結構ご飯に合うじゃん。やめてよ。僕のおかずを勝手に食べないでよ。同じクラスに人のお弁当を勝手に食べる卑しい同級生がいて困ってるんだ。ヒロヤはみんなのお弁当からおかずを取って、自分が持ってくるのはいつも白ご飯だけ。おい、コナミ、お前のおかずもくれよ。いやだよ。私も毎日ヒロヤにお弁当を食べられていた。こら、やめなさい、ヒロヤくん。その時、担任のチカ先生が気づいて、ヒロヤを止めてくれた。人のものは取っちゃダメ。みんな嫌がってるでしょ？自分のお弁当があるんだから、自分のを食べなさい。うるさい。うるさいんだよ。俺に命令するな。だけど感触持ちのヒロヤは怒って先生を思い切り突き飛ばしちゃったんだ。先生！そしてチカ先生はその拍子に思い切り頭をぶつけて動かなくなってしまった。すんじゃ、いただきまーす。やめて、やめてよ、食べないで。そんなヒロヤの態度はパパやママたちの間でも問題になったみたいで、ヒロヤのママを呼んで保護者会が開かれることになった。ここにいるタンポポ組の児童全員がお宅の息子さんにお弁当食べられてるみたいなんですが、ヒロヤくんのお母さん、何か心当たりはありますか？ないわ。うちの息子はそんなことしません。だけどヒロヤのママは知らんぷりをしてるみたい。いや、でもですね、みんな被害に遭っていて、私も実際に見てますし。第一、証拠がないじゃない、証拠が。というか、仮にそれが事実だったとしても、おかずを食べたくらいで目くじら立てることないわよ。子供たちのやることなんだし、おかずの交換くらいしてもいいでしょ。いや、交換というか、ひろやくんはそもそもライスしか。結局問題は解決しなかったみたいで、次の日からひろやは自分の白ご飯も持ってこなくなった。あれ、よくせよ。これは俺の弁当だ。あ、やめてよ。こら、やめなさい、ひろやくん。今までよりも調子に乗って、お弁当を丸ごと奪ってくるようになったんだ。うるせえ。え、まだ先生が止めようとしてくれたんだけど、またひろやはチカ先生のことを突き飛ばした。先生、チカ先生。今度は頭に怪我をしたみたいで、チカ先生は次の日からお休みになってしまったんだ。大丈夫ですか先生。お前んちの弁当量が少ねえよ。足りないからおかずもっと増やしてこい。その日、私はお弁当を全部ヒロヤに食べられてしまった。何よこれ。それはアニサキスだ。その夜、お家で晩ご飯を食べていると、お刺身を食べていたママが急に叫び出した。今日は釣り好きのパパが大好きなお魚を釣ってきたんだ。こんなにアニサキスがついてたんじゃさすがに食えんな。すまんすまん、この刺身は捨てよう。もう食べる前に気がついてよかったわ。ねえパパ、アニサキスって何？ん？ああ、アニサキスってのは寄生虫だよ。寄生虫？ああ、サバやアジ、サンマにカツオ、それにイワシ、いろいろなお魚の体に入り込む悪い虫だ。海を漂うアニサキスの卵を甲殻類が食べて、サバやイワシなどがそれを食べる。アニサキスは魚介類のお腹の中で孵化するんだ。その魚を運悪く人間が食べてしまうと、胃が食い破られてとんでもないことになるのさ。へえ、私はこの日、アニサキスがとても危険な寄生虫ということを知った。その後、私はパパとママに内緒で、出しっぱなしのお刺身からピンセットでアニサキスを取ってみた。怖くないから出ておいで。大丈夫だよ。食べたりしないから。すごい。動いてる。ちゃんと生きてるんだ。パパに聞いたら、塩水に入れて週に 1,2 回水を交換しながら冷蔵庫で保管すれば数ヶ月間生かしておくことができるんだって。あなたの名前は今日からアニーよ。アニサキスのアニーいい名前でしょ。私はずっと生き物を飼いたいと思っていたから、このアニサキスをペットにして飼うことにしたんだ。するとその時、そうだ、私はまだアニサキスがついているお刺身を見てある作戦を思いついたんだ。次の日、さあみんな、お待ちかねのお昼の時間だぞ。おい、すみませんアントンさん、急なことなので人手が足りなくて。いえ、少しの間ですし大丈夫ですよ。先生が頭を怪我して入院してるから、今日から幼稚園バスの運転手だったアントンさんが私たちの担任になった。急
今日もお前の弁当食わせろよ好み。お前んちの弁当が一番味が好みなんだ。約束通りおかずを増やしてきたかよ。うん、私がお弁当を取り出すと思った通り、ヒロヤが私に近づいてきた。お刺身じゃん。そして当たり前のようにお弁当の蓋を開け出して、私のパパ釣りが趣味なの。俺お刺身大好きなんだよね。そう、私は昨日のアニサキスが入ったお刺身をこっそりお弁当に入れてきたんだ。ヒロヤがこのお刺身を食べればきっと痛い目を見ると思って。そんじゃ遠慮なくいただきます。何も知らないヒロヤはそのアニサキス入りのお刺身を食べた。食べたわ。なんでこのみちゃんのお弁当をヒロヤくんが食べてるんだ。うん、ねえ、やっぱお刺身はご飯と合うぜ。どうなるのかな。私はドキドキしながらヒロヤの体に何かが起こるのを待った。だけど、あら、男が虫くらいでビビってんじゃねえよ。やめてよ。こら、ヒロヤくんやめなさい。何時間経っても何も起こらなかった。そっか、アニサキスが足りないのね。どうやらお刺身に入ってるアニサキスの量が足りなかったんだ。それから私はパパがお魚を釣ってくるたびにお魚についたアニサキスを取ってヒロヤに食べさせる寄生虫の量を増やすために貯めていくことにした。1週間もするとアニサキスは20匹に増えた。あなたはヒロシ、あなたはジョディね。あなたはだけどまだまだ足りない。私はヒロヤを懲らしめるためにコツコツと準備を続けた。その間もヒロヤは人のお弁当を食べ続ける。やめてよ、お弁当取らないでよ。別にいいじゃねえかよ。こらやめなさい、ヒロヤくん。ヒロヤはアントンさんの言うことだって全然聞かなかった。この間のお弁当参観の日なんて特にひどかった。あら、美味しそうなお弁当ね。ヒロヤママまで私のお弁当をつまみ出して。あなたね、いい加減にしなさいよ。何よ、別に味見くらいいいじゃない。心が狭いわね。それを見て私のママも怒り出したけど、やっぱりヒロヤママも全然聞く耳を持たなかった。魚を釣ってきたぞ。はーい。そして私がこっそりアニサキスを貯め出して1ヶ月、容器の中はとんでもないことになっていた。うわー、これだけあればいいよね。ヒロヤを懲らしめるためには十分な量だと思った。私はそのアニサキスたちを一匹ずつパパに切ってもらったお魚の切り身に近づけた。あ、入った。するとアニサキスたちはそのお刺身の中に勝手に潜っていって。できたわ。そのお刺身はアニサキスが大量に入り込んでピクピクと動いていた。次の日、アントンさん、少しいいですか。はい、何でしょうか。さーて、お昼の時間だぜ。今日は誰の弁当にしようかな。怖がらなくて大丈夫よ、みんな。ヒロヤにお弁当を奪われ続けている私たちはお昼の時間になると今日は自分の番組持って毎日ビクビクしてた。だけどそれも今日で終わり。なんだよ、お前が食べてほしいのか、コナミ。食べてほしくないもん。もうみんなのお弁当を食べるのやめてよ。みんな迷惑してるの。うるせえ。わあ。どうせ俺の弁当になるんだからさ、最初から素直に渡せばいいんだよ。私はわざとヒロヤにお弁当を取られるふりをした。ヒロヤに疑われないようにするためだ。また刺身が入ってんじゃねえか、ラッキー。お弁当の中にはこの1ヶ月ポツポツ準備をして昨日入れておいた特別のお刺身が入ってる。ヒロヤはそのアニサキス入りのお刺身を取っていただきます。いけアニー。口に入れた。おいしい。なんか変な味とかしない。ああ、うまいね。食えなくて残念だってね。明日からもっとお刺身入れてきてくれよ。そしてヒロヤはあっという間に私のお弁当を食べてしまったんだ。ごちそうさまでした。このみちゃん、僕のお弁当分けてあげるよ。ううん、いいの、これでいいわ。3時間後、それじゃあ帰りの会を始めるぞ。ヒロヤの様子がおかしくなった。見ると汗だくで真っ青な顔をしている。どうしたんだ、ヒロヤくん。お腹が痛いんだ。大変だ。そしてその場で吐き出してしまったんだ。アニサキス入りのお刺身の効果なのは間違いなかった。お腹が痛いよ、なんだよこれ。今私のペットたちがヒロヤのお腹を食い破ってるの。ペット？いい君よ、もっと苦しめばいいんだわ。今まで好き放題人のお弁当を取ったから罰が当たったのよ。このみ、お前が何かしたのか。いけ、兄、頑張れ、ヒロシ。これは一体。私の作戦は大成功だったみたい。
その後、アントンさんが救急車を呼んで、ヒロヤはすぐに病院に運ばれていった。アニサキスを仕込んだ？私、もしかして大変なことをしちゃったんじゃ。翌日、あなたね、うちの子に毒を盛ったのは。授業中の幼稚園にヒロヤママが飛び込んできた。息子から聞いたわ。あなたが私の息子に何か変なものを食べさせたんでしょう。落ち着いてくださいお母さん。病院でヒロヤが目を覚まして、私が何かを仕込んだとママに言いつけたらしい。こんなの傷害事件よ、傷害事件。警察に訴えてやるんだから。ヒロヤママは私を警察に突き出すと言ってきたんだ。だけどその時。それならあなたたち親子がやっていることは立派な窃盗事件ね。チカ先生。怪我で入院していたチカ先生がやってきた。はあ、何よそれ。このみちゃんは自分のお弁当にお刺身を入れてきただけよ。その魚にたまたまアニサキスが寄生していただけ。それなのになぜヒロヤ君がお腹を壊すの？それはあなたの息子が人の弁当を取ってるからでしょうが。そもそもあなたがちゃんと弁当を作らないからヒロヤ君はあんな行動に出るんでしょ。何よあんた。そんなの母親失格よ。あなた本当にヒロヤ君のこと愛してるの？愛してるならお弁当くらい自分で作ったらどう？先生はヒロヤママにビシッと言ってくれたんだ。何よもう。さあ行きましょう。きっとヒロヤ君が待ってますよ。先生がすごい剣幕で怒るものだからヒロヤママは何も言えず驚いて帰っていった。ありがとう先生。アニサキスか。考えたわね、このみちゃん。グッジョブよ。そして先生はこっそり私を褒めてくれたんだ。今日病院から退院した先生は昨日のことをすべてアントンさんから聞いていたみたい。それから何日かして。うわー、すごく豪華なお弁当。今俺のママが料理学校に通ってるんだ。病院から退院したヒロヤはそれからは人のお弁当を食べなくなった。先生の言葉がとても効いたのか、ヒロヤママはお弁当を持たせるようになったんだ。ヒロヤママは昔からお料理が苦手でお弁当を作るのが嫌だったんだって。今までごめんな、みんな。いいよ、許してあげる。私は問題を解決してくれたアニーやヒロシ、ジョリーたちアニサキスのみんなに感謝したのだった。私は高根みどり。この桜幼稚園で幼稚園教諭をしている。今は自由遊びの時間。あら、みんな上手ね。ゾウさんにチューリップ、電車に飛行機に、園児たちはみんなおのおの好きなものをお絵かきしていた。お絵かきは園児たちの創造性が育まれる、園児の個性が垣間見えるこの時間が私は好きだった。ん？その時、ある一人の園児に目が止まった。ミキちゃんは何を描いてるのかな？この子は平田ミキちゃん。とっても才能豊かな子で、まだ5歳児なのに私よりも圧倒的に絵が上手だ。私は密かにこの子の将来に期待していたんだけど。え？気持ち悪い。ミキちゃんが描いた絵を見た瞬間、私はまず最初にそう思った。ミキちゃんの描いている人物には明らかに顔の半分がなかったのだ。怖いよ。絵のうまさがより一層不気味さを演出していた。ミキちゃんは一体何を描いてるのかな。あまりに異様な絵だったから私はそれとなく確認を入れてみたのだけど。ママ。え？これ今朝のママのお顔なんだよ。なんとこの絵は自分のママの絵だという。それじゃあまだ描いてる途中なのかな。早く完成するといいね。ミキちゃんは人間の顔を右半分から描くタイプの子なんだろう。この異様な事態を私はそうやってなんとか咀嚼しようとしたんだけど。ううん、これで完成だよ、完璧。ミキちゃんは純真無垢な笑顔でそう答えた。どうやらこの絵はこれが完成形のようだ。だけどふざけているようにも見えなかった。これがママ？うん、今日の朝のママだよ。何度見てもミキちゃんの描いたママには顔が半分ない。しかも今日の朝からミキちゃんのママはこの状態だという。すごいわね。だけど先生の気のせいかな。ママの顔が半分になっているように見えるんだけど。ミキちゃんの描いた絵は何度も見たことがある。だけど今までミキちゃんがこんな奇妙な絵を描いたことは一度もなかった。いつも本物に忠実だったんだけど。だって本当に半分だもん。つまりミキちゃんのママは本当に顔が半分に？いや、まさか、ねえ。私はそんなバカな話はないと思いつつも、なんだか胸に引っかかりを感じて。そういえば。
今朝のミキちゃんの登園バスも。どうも。どうも先生おはよう。あれ誰？いつもはミキちゃんのママが送ってきてくれるのに、この日は違った。その女性はミキちゃんのママじゃなかった。くれぐれも余計なことは言わないでくださいね。うん、わかったよ。アントンさんおはよう。おはよう。今日は全身黒ずくめの怪しい女性が見送りに来たのだ。少しだけ違和感を感じた私だったけど、この時はそこまで気に留めはしなかった。何？そんなわけで私はお昼の時間、教室の外にこっそりミキちゃんを呼び出した。もう少し詳しく話を聞く必要があると判断したからだ。ミキちゃん、お家で何かあったのかななんて。ほら、絵の雰囲気がいつもと違うじゃない。それで先生、何かあったのか気になっちゃって。すると、お家にね、おっきい穴が開いたの。それにね、恐竜が飛び出してくるんだ。え？穴？恐竜？ミキちゃんは次々に突拍子もない話をし始めた。そんなのをやってたらね、ママ疲れちゃったんだ。あとね、描いた絵が浮かび上がってきてね、あの女の人が来たらね、ママが目をつぶって動かなくなったの。何を言ってるの？ミキちゃんの言っている言葉が私にはさっぱり理解できなかった。ママとお話できなくなってね、私とっても悲しかったの。そしたらあの女の人がね、恐竜と穴のせいだって言うの。ミキちゃんの言っていることはあまりにも支離滅裂だったのだ。頑張って聞いても意味が1ミリもわからなかった。ミキちゃん？その後、さすがにちょっと心配になった私は、とにかくミキちゃんの家に電話をかけてみることにした。いや、でも考えすぎよね。もしママさんが出たらなんて言うのよ。顔が半分になってませんかって？バカみたいじゃない。でもこのままほっとくわけにもいかないし。出ないわね。お家には誰もいないようで、何コールしても結局電話は繋がらなかった。顔が半分？はい。何かあったんじゃないかってどうにも気になっちゃって。もしミキちゃんの家に凶悪犯が潜んでて、本当にお母さんの顔が半分にされていたら、なんてことばかり考えちゃって。バカみたいですよね。でもなんだか胸騒ぎがするんです。ミキちゃんもいつもと明らかに様子が違うし、私心配で。そうか、なるほどな。私はついに一人では抱えきれず、悩んだ末に園長に相談することにした。何か対応をするべきでしょうか。もしかしたら本当に万が一っていうこともありえますし。すると私の話を聞いた園長は考えを巡らせて、大手飛車取りどうだ。将棋の駒を打ち出した。考えていたのは私の相談ではなく次の一手。聞いてます園長。あのね、みどり先生、そんなバカな妄想している時間があるなら仕事をしてほしいんだけどね。園長、ドラマとか映画の見すぎじゃないの？さ、アントン君、君の番だぞ。はあ。こんなクッジジイ。結局園長は真面目に取り合ってくれず、そしてあっという間にその日の講演時間になってしまった。気になって全然仕事が手につかなかったわ。だけどその時、ミキちゃんの下車するバス停にいる例の女性が立っていることに気がついた。やっぱり何かミキちゃんママが迎えに来れない理由があるのは間違いないわ。これは逆に真実を確かめる絶好の機会だと思った。バスが停車したら直接あの女性に事情を聞いてみよう。私は心の中でそう決意を固めたんだけど、え？その女性は突然顔を上げて、私の顔を見たかと思うと驚いたような表情を見せて、ちょっとどこに行くのよ。逃げるようにしてどこかに走って行ってしまったのだ。え？どういうことよ。さすがに怪しすぎる。逃げるのはやましいことがある証拠。アントンさん、さようなら。おう、気をつけてな。それで私は、アントンさん、先に幼稚園に戻ってくれますか？え？私はバスをここで降りて、ミキちゃんを直接家まで送っていくことにした。先生、置いてかれたの？違うわ。このままミキちゃんを一人で家に帰らすわけにはいかなかったのだ。それにあの怪しい女性や電話に出なかったことも気にかかる。私は真実をこの目で確かめることにしたのだ。
開けるわよ。先生、私のお家に来るの？私はミキちゃんのお宅の玄関ドアに手をかけた。そして、え？玄関を開けた私の目に飛び込んできたのは、ミキちゃんの絵の通りのママ、顔が半分しかないミキちゃんのママがぐったりと座り込んでいた。先生、どうしたの？先生、私はあまりの衝撃的な光景に失神してしまった。ここは？そして目を覚ますと、そこは暗い一室。私は何者かにミキちゃんの家の奥まで運び込まれたようだ。するとその時、よかったわね、先生があなたも半分にしてくれたわ。あなた！そこにいたのは例の怪しい女性だった。あなたね、ミキちゃんのママをあんな風にしたのは。そう、一向にミキちゃんとの関係性はわからないけれど、この女性は人間の顔を半分に切断することが大好きな猟奇的な凶悪犯に違いなかった。ミキちゃんはどこよ？警察を呼ぶからね。っていうか今私も半分にって？はい、これ。すると、何よこれ。女性が差し出した手鏡に映っていたのは半分になった私の顔。私の顔面は右側が綺麗にカットされて、奥の景色が映っていたのだ。何よこれ。一体なんでこんなこと。失神している間に私は顔を半分にされてしまったのだ。お似合いじゃない？とっても素敵よ。それより、なんで私生きて、どうなってるの、どうなってるのよ。その時、あ、助けて。驚くべきことに恐竜が壁をぶち破って私を襲ってきたのだ。もう訳がわからない。私は悪い夢でも見ているのかと思った。大丈夫ですか、アントンさん。その時、やはり私の様子がおかしいと感じたのか、戻ってきたアントンさんが私を助けに駆けつけてくれたんだけど、穴？なんで？床にはぽっかりと開いた大きな穴。危なかった。アントンさんは間一髪踏みとどまった。その大きな穴は底の見えぬほど深い深淵を覗かせている。落ちていればひとたまりもなかっただろう。それにさすがのアントンさんでも到底飛んで渡れる幅ではない。私は逃げ道を失ってしまったのだ。そんな。これは一体。家には今日のお昼にミキちゃんの言っていた通りの光景が広がっていたのだ。私はこの家に入り込んだことを後悔していた。何なのよ、何なのよここは。その時、何って、トリックアートだけど。ママさん？顔が半分になって絶命したはずのミキちゃんママが現れた。トリックアート？すごい、本当に飛び出して見えるわ。その後、私たちはミキちゃんママから改めて説明を受けた。ミキちゃんのママはトリックアートアーティストだったのだ。壁から飛び出た恐竜も崩れ落ちた床も全部騙し絵だったのだ。最近は騙し絵メイクにハマっているのよ。ほら、透過したように見えるでしょ。確かにミキちゃんママの顔をよく見ると、特定の位置、一定の角度で見ると透過して見えるように家の壁と同じ柄に塗られていた。そして私の顔半分も。トリックアートか。ミキちゃんのママのメイクは SNS でも話題になっているようで、そんな高クオリティのメイクに私は騙されてしまったみたいだ。だからミキちゃんは絵が上手かったのね。どうやらミキちゃんの絵の才能は母親譲りだったようだ。そして今朝ミキちゃんを連れてきたのはママさんのマネージャーさんらしい。次の個展の準備をしなきゃいけなくてね。だからミキの送迎をお願いしたのよ。なんだかお騒がせをしてしまってすいません。でもじゃあなんでさっき私の顔を見て逃げたりなんか。個展に出す作品の納期が変更になったことをすっかり忘れてしまって、慌てて先生へ伝えに。そうだったのね。その後、ミキちゃんママのトリックアート個展は大成功を収めたようだ。びっくりローリーです。また騙し絵メイクお願いしてもいいですか？もちろん。私はすっかり騙し絵の魅力にハマったのだった。ねえ、それ貸してってば。やだよ、僕だってこれで遊びたい。こちら、マヤナギ、侵入に成功した。
俺の名は真柳英二郎。俺はこの日、一人娘の遥の通う幼稚園に潜入した。状況を逐一報告する。どうぞ。はあ、了解しました。自分で潜入するなら俺たちは必要ないんじゃ。怠慢。やれ！それは捨て頃で殴り合う己の意地をかけた不良の儀式。昔やんちゃをしていた俺も学生時代はよく興じたものだ。ことの発端は数日前に遡る。数日前、娘の遥が幼稚園から帰ってくるや否や俺に泣きながら抱きついてきた。この日は嫁が風邪気味で俺が代わりに幼稚園バスのお迎えに来ていたのだ。どうしたんだ遥、何かあったのか。もう幼稚園行きたくないよ。幼稚園で一体何が。その時、チラッと見えた遥の背中に俺は異変を感じ取った。ちょっとごめんな遥、背中を見せてもらえるか。俺はそれを見てゾッとした。なんだこのあざは。遥の体には無数のあざができていたのだ。 おい遥、一体どうしたんだよ。どこかにぶつけたのか。幼稚園行きたくないよ。しかし遥はしきりに幼稚園には行きたくないと泣きわめくだけで何も話してはくれなかった。一体遥の身に何が起きてる。俺は幼稚園の中で何か危険な行為が行われているのではと危惧したのだが。考えすぎよ、そんなことあるわけないじゃない。しかしだな、嫁のキミカは全く無関心だった。だが俺はどうもこのことが引っかかった。それで念のため俺は幼稚園に電話で確認をしてみたのだが。何？遥のクラスを担当する幼稚園職員はありえないほど吹き出した。そんなことあるわけないじゃないですか。勘弁してよお父さん。そうですか。幼稚園側は事実を否定。しかしこの若い先生はなぜいつもタメ語なんだ。遥が泣いて幼稚園に行きたくないと言っていること、そして遥の体中にできているあざ、俺はこの2つの事実が指し示す疑念を拭い去ることができず、やはりどうしても感化することはできなかった。考えていても拉致があかん。翌日、いても立ってもいられなくなった俺は便利屋にサポートを依頼。幼稚園に潜入？少し気にかかることが。真実を確かめるために幼稚園に潜入することを決意したのだった。ここで何をやってらっしゃるんですか？だがその時、運悪く俺は幼稚園の職員に発見されてしまった。怪しい。間一髪危機を脱した俺だったが。英二郎さん、どうしました？大丈夫ですか？大丈夫だアントンさん。俺としたことが職員に見つかってしまった。俺はそこで信じられない光景を目にすることになる。わー！これはなんだよこれ。わー！そこには向き合う二人の園児。行け、そこだ、右だ右。左お見舞いしろ左。やっちまえ。お互いにファイティングポーズをとっている。とても穏やかではない雰囲気だった。それを見て最初に俺が連想したのは刀剣や刀剣など動物同士を戦わせて勝敗を決めるブラッドスポーツ。右の打ち合いなんて面白いゲームじゃねえの。そばには先日俺の電話を取った例の若い先生が園児たちを見て恍惚の笑みを浮かべていた。嘘だろ。そしてあの職員が持っているボードには謎の戦績表、今までの勝敗が全て記録されているようだった。あいつは園児たちを戦わせている。ちなみに娘の遥はダントツで負け続けているようだ。遥は幼稚園でこんなことをやらされていたのか。だから遥はあんな謎。そこまでだ。よし、次はお前とお前でやれ。はい。どうやら俺の悪い予感は的中してしまったようだ。あの若い先生はまた別の二組を選別し次の対戦カードを組んだ。そう、怠慢の幼稚園児の従順さにつけ込んでこんな下劣なことを。こんなこと絶対にあってはならなかった。さあどっちが強いか決めてもらおうじゃねえな。許せねえ。
絶対に許せねえ。その時俺の怒りのボルテージは限界を突破、俺の中の何かが切れた。おい、え、次は俺とお前でやろうか。俺は我慢できず、気がつけばこの男に怠慢勝負を申し入れていた。我を忘れて学生時代の俺に戻っていたのだ。パパ、なんでパパがいるのさ。その時ハルカの姿を見つけて、ハルカ、今までよく我慢したな。だがパパが来たからにはもう大丈夫だ。え、こんな馬鹿げたことは今日で終わりだ。二度とこの男がこの幼稚園の敷居をまたげないようにしてやる。あ、お父さん、ちょっと話を。そして、うおー、先手必勝。俺はゲス野郎に殴りかかった。しかし次の瞬間、先生を助けろ。うわー、なんだ。突如園児たちが一斉に俺に襲いかかってきたんだ。ですか、エイジローさん、エイジローさん、一体何が起こってるんだ。大変だ。やめなさい。違うんだ、俺は君たちを助けようと。園児たちは聞く耳を持たず、無我夢中で俺を攻撃してきた。そしてその時、ハルカまで、我がマナ娘まで一緒になって俺を攻撃していることに気がつき、俺は絶望した。誰だ貴様。さらに園長先生がやってきて、俺は取り押さえられた。先ほど出くわした先生が報告をあげたようだ。違うんだ、取り押さえるのは俺じゃない、あの男の方で。エイジローさん、大丈夫ですか。やめなさい。あ、いてたてててて、おとなしくしろ、今警察を呼ぶからな。これはどういう状況だ。するとその時、そこまで。あの男の一声で園児たちは停止し、まるでモーゼが海を割るかのごとく人垣が割れ、例のゲス野郎が俺に近づいてきた。よくいらっしゃいましたね、アルカちゃんのお父さん。貴様、まさかこんな平日の昼間に勝手に入ってくるとは思わなかったですよ。一体この子たちに何をした。俺のハルカに何をしたんだ。そうですね、それじゃああんたには特別にこいつを見てもらおうか。アルカ、サトシ、前へ。今度はお前らがやりな。はい。お前何を。このゲス野郎はわざわざハルカを名指しして、そしてサトシと呼ばれた巨大な園児とハルカはお互いに向き合いファイティングポーズを取った。おいやめろ、何をするんだ。やめなさい、ハルカ、なぜこんな男の言いなりに。私、幼稚園に行ったらお友達できるかな。幼稚園に入園する前日、ハルカがやけに緊張していた姿を覚えている。大丈夫さ、きっとたくさんできる。本当？俺はふとそんなハルカの姿を思い出して、なぜこんなことに。自然と涙が溢れていた。しかし俺は園長にがっちりと取り押さえられており、止めに行くこともできない。こんな邪悪な男が担当教諭だったばかりに、ストレスの解消か何か理由は知らないが、友達を作るなんぞもってのほか、園児たちは今までこの男にストリートファイトをするように指示されていたのだ。しかもあんな巨大な奴にハルカが勝てるわけなんてない。戦績表を見るに、あのサトシという子はこの幼稚園でも負けなし最強ファイターのようだった。離せハルカ、目を覚ますんだハルカ。俺はこの目でハルカがやられるところなんて見たくはなかった。はじめ。俺の静止も虚しく、二人は一斉に拳を振り上げて、ハルカ。次の瞬間、じゃんけんぽん。何？なぜか二人はじゃんけんを始めた。あっち向いて、ほい。何これ。そしてひとときの静寂の後、わあ、やった、勝ったわ、初めて勝った。すげえ、ハルカが勝ったぜ。しかもサトシのやつに勝った。児童たちの歓声が上がった。この僕が負けるなんてね。わあ。
何が起こったんだ。お父さん、勘違いですよ。怠慢だと思ってましたよね。絶対そんなこと園児にやらせるわけないじゃないですか。何一人で焦ってんだこの人。この時俺は全てを理解して震えた。恥ずかしい、雪まで立って会社を寄せてきたのに。そう、俺は盛大な勘違いをしていたのだ。ねえねえおじちゃん、なんでここにいるの。おい、なんで遥のパパここにいるんだよ。わかんないよ、普段はお仕事なんだけど。現在この幼稚園ではあっち向いてホイが大流行しており、いろいろな組み合わせで対決を行っていたらしい。俺はそれを先生にストリートファイトをけしかけられているのだと錯覚していたのだ。こいつは傑作だ。はるかはこれまで一度も勝つことができず、そのせいで幼稚園に行きたくないと言っていたらしい。幼稚園児が大変って。いくらなんでも笑いすぎだろう。そして爆笑しているこの先生は、人相や言葉遣いこそ良くないが、生徒たちからの人望も厚い、とても優しい先生だったようだ。その後俺は幼稚園でお昼をご馳走になり、いただきます。いただきますパパ、野菜あげる。あなた？いや、その日の幼稚園が終わると遥と一緒に帰宅したのだった。もうご飯よ。なんだそれは。赤ちゃんの頃からあるでしょ。5、6歳で亡くなるはずだから心配ないわよ。っていうか、なんで知らないのよ。あなた父親でしょ。すまん。遥の体中にできていたあざの正体も判明。愚かな勘違いをしてしまったのは、育児を嫁に任せっきりで、俺が何も状況を把握していないことが原因だった。あっち向いてホイ。なんだったんだ一体。俺はこの一件の後、積極的に育児に参加しようと心に決めたのだった。先生、おはようございます。おはよう。おはようございます。私は笹岡直子、この五つ葉幼稚園で幼稚園教諭をしている。先生おはよう。あれ新太くん、ママは。ある日、園児の新太くんがたった一人で登園してきた。いないよ。いない？今までそんなことは一度もなかった。いつもは美人なママさんに連れられてくるのだ。ママはどうしたの？何か用事でもあったのかな。すると新太くんはなぜか猛烈に絵を描き出したのだ。あら、上手ね。そしてこんな感じでね、朝起きたらママは冷たくなってたよ。それはなんだか不気味な絵だった。これベッドよね。それで横になっているのがママさん。そう、しんたくんの描いたママはなぜか真っ青に塗りたくられていたのだ。うん、でも話しかけてもお返事してくれないんだ。え、しんたくんちょっと聞いていいかな。どうしてしんたくんは青でママを描いたのかな。ママが青いからそのまま描いたんだよ。しんたくんは嘘をついている様子はなかった。青いってママは何かお顔に塗っているのかな。ほら、普通はお顔って肌色に。ううん、何も塗ってないよ。今日の朝起きたら青くなっていたんだ。私の想像は聞けば聞くほどどんどん悪い方向へと膨らんでいった。きっと考えすぎよね。ほら、しんたくんは天才肌のところがあるし、きっとただ奇抜な配色だっただけよ。違うわ、そんなのリアルじゃない。おままごとだからって手を抜かないでよ。なんだよ、ちょっと間違っただけじゃんか。喧嘩しないでください。とにかく私はその日は気にしないことにしたんだけど。おう、しんた、帰るぞ。はい。夕方、お迎えにもしんたくんのママは来なかった。代わりにパパがやってきたのだ。あの、うん、そのしんたくんがこれをですね。私はどうしてもあの絵のことが気になって、私はしんたくんが今朝描いた絵をパパさんに見せた。こ
これは。セレト、お前あんまり人のプライベートに首を突っ込むなよ。え、言っちゃった。結局何も分からず疑念だけが私の心に残った。じゃあ後片付けやります。ええ、お願いします。さあママ、お食事の時間だよ。いっぱい食べないと良くならないよママ。おい、シンタ、もう寝る時間だ。でも何度も言わせるなよ。分かったよ。次の日、今日は家族ごっこしましょう。私がママ役よ。シンタがパパ役、先生が子供役ね。私も。さあもうすぐ晩ご飯ができるわよ。あなたテーブルを片付けてちょうだい。唐突にマミちゃんの家族ごっこが始まったのだが。違うよ、そんなのママじゃないよ。何よ。じゃあやってみなさいよ。シンタ君。今日も一人で登園してきたシンタ君はやっぱり不可解な行動をとっていた。これがママだよ。そんなのママじゃないわよ。あんたのママどうなってんのよ。そうよね。それで私はもう一度それとなく確認をしてみることにした。さあ今日はみんなで家族の絵を描きましょう。午後の時間で園児たちに家族の絵を描いてもらうことにしたのだ。するとできた。シンタ君はやっぱりママだけ真っ青に描いた。シンタ君、このパパは何をしているのかな。それは内緒だよ。やっぱりおかしいわ。ちょっとシンタ君のご家庭の様子が気になってしまいまして、私は園長にシンタ君のことを相談することにした。私一人で抱えられる問題ではないと判断したためだ。何か行動を起こすべきかと思うのですが。だけどただの勘違いだよ。余計なことは考えなくても大丈夫だ。そんなことよりも直子先生は来週のバザーに集中しなさい。そんなことよりもって、でも園長。失礼しました。結局園長はまともに取り合ってくれなかった。だけど新太くんパパの言う通り、やっぱりプライベートにはあまり首を突っ込まない方がいいわよね。園長だってああ言ってたことだし。でも本当に大変なことになっていたらどうしよう。それは心配ですね。ローリーさん。それでその日の幼稚園が終わった後、私はローリーさんとシンタ君の家に向かうことにした。ここね。結構雰囲気があります。乗らない。インターホンは壊れているようだった。すみません。ドアには鍵がかかっておらず。とにかく入ってみましょう。ええ。すみません。ものすごい匂いね。なんだか家中に魚が腐ったような異臭が充満していた。仕方なく私たちは恐る恐る家の中を進んでいったのだが、本当に誰もいないのかしら。すみません。家は荒れ放題だった。そこら中にゴミや衣服、食器が散乱し、足の踏み場もない。まるでゴミ屋敷ね。シンタ君は毎日こんなところで生活を。私はますます心配になった。その時、ママ、ご飯だよ。一室からシンタ君の声が聞こえて。はい、ママ、おいしい？シンタ君は誰かにご飯を食べさせているようだけど。私たちはその光景を見て衝撃を受けた。本当にシンタ君のママは。その時、何をやってる。気がつくと背後にシンタ君パパが立っていたのだ。まずい。先生、なんで僕の家にいるの。シンタ君、隠れて。何言ってんだおめえ。近寄らないでよ。そしてシンタ君パパは気を失ったローリーさんをまたいで。しかしお前どこから入りやがった。言ったはずだぞ。シンタ君、人のプライベートに首を突っ込んじゃいけねえってな。次の瞬間、私は持っていた催涙スプレーを噴射した。目がシンタ君、行くわよ。2階よ、ひとまず2階に。先生。そして2階に上がった私はとっさに寝室らしき部屋に隠れた。先生、どうしてうちにいるのさ。
し、隠れるのよ。音を出しちゃダメ。分かったよ。許さねえ、絶対に許さねえ。シンタ君パパは私たちを探している。捕まったらきっと。だけどスマホはさっき落としたカバンの中に。このままじゃ助けを呼ぶ手段もなく、頼みの綱のローリーさんも気を失っている。まさに絶体絶命だった。どうやらこの中にいるみてえだな。そして次の瞬間。あら先生いらっしゃい。え、ママもう大丈夫なの？私たちの後ろからシンタ君ママが現れたのだ。ええ、だいぶ良くなったわ。あの私は状況がよくわからなかった。ところでなんで先生がうちに？それがわからないんだ。勝手に入ってきちゃったんだよ。最近送迎の際にシンタ君ママさんを見かけなかったもので心配で。それでわざわざ家まで。ありがとうございます。実は数日前から体調崩していまして、家で療養していたんです。ママすっごく顔が青かったんだけど、顔色が戻ってきたみたいだね。ええ、体温も元に戻ってきたわ。シンタ君ママは体調不良で寝込んでいただけだったのだ。そして私たちがシンタ君ママだと思っていたのはただのマネキンだった。シンタ君ママはアパレル関係の仕事をしていて、マネキンをたくさん持っているらしい。マミちゃんにいつも怒られているシンタ君はマネキンでおままごとの練習をしていたのだ。本当に申し訳ありませんでした。こちらも何かご心配をかけたようで申し訳ないですね。私も家の荒れ具合を見てびっくりしたわ。ゴミもそのままで、洋服も脱ぎ散らかして。私がいないと本当にダメなのね。聞けばいつも掃除をするシンタ君ママが倒れて家が荒れ放題になっていたそうだ。この人にも愛想よくするようにちゃんと言っておきます。怖がらせちまってすまねえな。そんなシンタ君パパは見た目が怖くてぶっきらぼうだけど、本当は優しいパパだった。本当にすみませんでした。私はとんだ勘違いをしていたのだった。